軍服とは、軍隊の構成員が着用する衣類を言う。オーストリアの軍服では、軍隊に制服が導入された17世紀以降、現在に至るオーストリアにおける軍服の変遷についてもべる。以下、オーストリア・ハンガリー帝国を、オーストリア共和国時代と対比する場合は、旧帝国、オーストリア共和国のうち1918年の1938年の時期を、 第二次世界大戦後と対比する場合には、第一共和国という表現を用いる。19世紀の軍服の再現流騎兵のヘルメット1866年の広島戦争の結果、ドイツ統一の主導権をプロイセン王国に奪われ、中東王の多民族国家として位置づけられた、オーストリアの軍服はプロイセンとも多くの共通点を持っていたが、ケピボーや流騎兵用ヘルメット、 上着等に見られるようにフランスの影響がより強く見られた。一方でバイエルン王国等のドイツ諸方の征服や統一後のドイツに影響を与えている。そのため地方政府の独立性が強いドイツでは現在でも地方によっては警察官の制服にその影響が残っている。またオーストリアはかつて統治下にあったハンガリーやチェコスロバキアとも軍服について 互いに影響を与え合っている。1751年に白のハーフコートが導入され、1798年に清掃と野戦用の軍服を区別する規定が定められる。1909年に騎兵を除く全兵化でヘキトグラウとなる。縦襟であったが、後年折り返し襟となる。騎兵は、社交やピッケルハウベにドルマンと赤いズボンであったが、1914年に、 グレーの王いのされた野戦棒が制定された。不評各種軍装機兵各種軍装第一次、世界大戦の結果オーストリア・ハンガリー帝国は崩壊し、共和国として再出発したオーストリアでは、軍服にも旧帝国時代との決別を図るべく改変が加えられた。その際、同時期のドイツ軍がモデルにされた形跡がある。軍棒は従来の決備棒が廃されて、 ドイツ軍に近い下てのものが採用され、腰部に和紙の黒章を白用で囲んだ帽章、クラウン部に赤、白、赤の円形章が配された。この聖帽は、ドイツ併合を時代を挟んで、現在に至るまで、オーストリア軍帽の基本的スタイルとなっている。また上着の下ては、旧帝国時代のパターンを踏襲しながら、襟高がやや低くなり、また襟章や肩章には、 ドイツ軍の強い影響が見受けられる。逆に、オーストリアで、旧帝国時代から、山岳部隊に、後に、全軍で用いられていたつばツきの戦闘棒は、第一次大戦後、ドイツや、丘陵のハンガリー、またドイツ経由で、中華民国の軍服でも戦闘棒として、用いられるようになった。ありがとうございます。